FRB が衝撃のとんでもない発表をしてきた。こんにちは、米国経済解説経験 YouTube 最大のレバナス専門チャンネルのレバナス一本リーマンです。FRB がしれっと爆弾発言をしてきました。しかもこれは数日前に多くの人が気づかない中で FRB のウェブサイトにて発表してきました。文字通り衝撃的な爆弾発言でした。一部の金融業界の上位層のみでしかこの情報がシェアされておらず、日本の YouTuber は当たり前ですが、米国のメディアでも報道されていません。この内容は現 現在ハードランディングなのかソフトランディングなのか市場が動向を注視している中で frb が次に何をしでかしてくるのかをそのまんま発表してきましたそしてこれをいち早く実行する必要があるという焦りもこのレポートから見られましたこのレポートに入る前にいつもご視聴いただいてまた高評価や登録拡散もしていただいている皆様には感謝以外の何物でもありませんこのチャンネルが存続できるのもいつもご視聴いただいている皆様のおかげですこの米国経済解説系チャンネルではメディアや他の このユーチューバーが解説しない米国経済の真の状態を定量的に解説していきますので今後ともよろしくお願いいたします。このレポートは四半期ごとに発表され米国の全銀行文字通り中小銀行から大手銀行まで全ての銀行の状態を FRB が調査します。この目的は現在のクレジット市場がどうなっているのかを把握することです。クレジット市場というのは要は簡単に言うと 借金の市場のことでこの中には社債などの債券ももちろん入りますしコマーシャルペーパーなどの手形や信用リスクなどから派生するクレジットデリバティブなどを借金から派生する全ての金融商品の市場のことですなぜこのクレジット市場が重要なのかというと世界は借金誘導型の金融システムで動いているからです借金があって初めて新たなマネーが生まれてそのマネーが過去の借金の利子や原資を返済してまた新たなマネーがどんどんと生み出される 世界に我々は存在しているからです最近このチャンネルでも解説しているキャリートレードもこの借金誘導型金融システムならではの取引ですそのクレジット市場がどうなっているのかを FRB が調査するのがスルースレポートと呼ばれるもので日本語で言うと銀行融資に関する上級融資担当者の意見調査となりこの今期の最新レポートが数日前に発表されましたこのレポートが重要な理由は銀行がどの程度貸し出し基準を上げているのかどの程度融 重視をしているのかを調査するものがこのスルースレポート以外にはないからです借金誘導型の金融システムの原動力となる借金の勢いを見るのはこのスルースが最も正確に表しているんです FRB も金融政策を決める上でこの調査結果を判断材料として重視しています少なくとも表面上は ですのでこのレポートは本来世界中から注目を浴びてもいいはずなのですがなぜか今回メディアは誰も報道せずメディアも報道しないので YouTuber ーーも誰も報じませんだからこのチャンネルで独占的に解説しますこのスルース調査は四半期ごとに毎回発表されるので私も毎回見ていますが今回は特に重要でした内容が衝撃的だったからですなぜならこのレポートの中で記載されていたのはこの2年間の中で初の出来事だったからです直近2年間の中 初めてて FRB が流動性に関すする懸念を表明してきたんですここまで FRB が政策金利を上げてひたすら銀行が貸し出し基準を上げて企業も消費者もマネーがないマネーがないと叫び銀行もいくつかもう破綻して失業率も上昇し始めて倒産企業も急激に上昇してシステムがもだえ苦しんできたこの2年間の中で初めて FRB が流動性に関する懸念を表明してきたんです流動性に関する懸念を何度も何度もこのレポ レポートにて記載してきたんです記載というレベルではなく我々に警告してきたんですこのレポートは非常に重いんです単純な frb からのレポートではなくその背後には何千何万という金融機関が流動性危機を警告してきているんです実際のレポートの中身を見ていきたいと思いますが重要なセクションはこの部分です c i ローンの基準や条件を厳格化したつまり貸し出し基準を厳しくしたと報告した銀行のうち多くが経済見通しの悪 または不確実性の増加業界固有の問題の悪化リスク共有度の低下法改正金融業界の規制または会見基準の変更の影響に関する懸念の高まりを重要な理由として挙げたさらに銀行の現在のまたは予想される流動性の悪化 C&I ローンの二次市場における流動性の低下他の銀行または非銀行融資者との競争の激化を貸し出し基準の厳格化の理由として挙げた銀行もかなりの割合だと 途中で出てきた C&I ローンというのはコマーシャルインダストリアルローンの略で企業への融資のことですリーマンショック前でさえもこんな流動性が危機に瀕しているなんて公式なレポートで触れられていませんでした一言で言うと金融システムの中に流動性つまりマネーがもうないと金融機関が警告しているんですゲームオーバーなんです今も流動性はないし今後も流動性ができる予定もないんです特に中小銀行は商業用不動産ローン ににによっっててて完全に崩壊のの危機に瀕しいいるるんんでですつつや2つの銀行が言っているんではありませんこの対象は数万の金融機関でありその大部分がこのような警告を発しているんですさすがにこの警告を無視するわけにはいかなかったのか FRB もこの調査結果を発表せざるを得なくなったということですそして調査結果を発表せざるを得なかったどころか次のアクションとして真剣に方針転換せざるを得なくなったんですこの調査結果が出てすぐのシカゴ連銀のオースティン グールスビー総裁の発言をお聞きください、もう完全に崩壊は始まったと認めているんです。 I'm wondering if you could uh, comment on where the market is priced and also what your perception is or your outlook is for the economy and the funds rate. Well, look, Steve, you know that I'm not allowed by rules to talk about what happens at the meetings or anybody's opinion but my own. I've been saying to you for, for a long time that we've been in a restrictive posture. At the Fed. If you look at the Fed funds rate minus inflation, the real Fed funds rate is as high as it's been in a long time. And we're at the peak uh, even in this cycle as inflation comes down. And you only want to be that restrictive if you think there's fear of overheating. And that these data, to me, do not look like overheating. ここまでインフレが高かったと豪語していた FRB がついにオーバーヒーティングつまり経済の過熱感はもうないと判断しているんですもし皆さんが現金比率を高めているんであればそれは流動性が高い状態ですので少なくとも今後数ヶ月間はその状態を維持すべきと思いますこれまでいを煽っていた YouTuber も未だにソフトランディングできるんだと声を震わせて叫んでいますがもう地面が見えてきているんです大統領選まであと3ヶ月を切りましたが現職大統領を からもハリスさんからもそして何よりも銀行からも様々な方面から利下げのプレッシャーを与えられているんです9月ではなく今すぐ利下げをするんだというプレッシャーですもうすでに失業率は4%を超えているんです一時期3%前半で歴史的稀な低水準だと呑気にお茶を飲んでいた労働市場も今や4%を超えています4.3%ですもうこれ以上は悪化できないんです失業率がまた上がればこれはもう通常の利下げでは 吸収でききないい次元へと上がっていきますつまり次の FOMC では完全に新たなフェーズに入ることになるんですこれまでのフェーズは待機モードだったんです物価上昇率が異様に高く米国経済が壊れ始めるかどうかの瀬戸際をひたすら待って待って待ち続けたフェーズだったんですこの数年間ひたすらこのフェーズでしたがこの数年間続いたフェーズがついに変わる時が来たんです数日前に発生した暴落なんて何でもないんですリーーマンブラザーズが破綻する前は 何度も似たような暴落が発生していましたあの時 s p 500で10%や20%の暴落なんて何度もありましたそこで大底だと思って買った人たちはその後の本格的な暴落で50%の暴落を経験することになり一気に市場から退場することとなりました2020年のような軽いリセッションではありません今話している流動性危機というのは2008年の時のようなリセッションのことですマーケットはオーバーヒーティングが急速に冷え込み氷河期のような な時代が数年間続いたんです。 今回のリセッションはそれを上回るかもしれませんし、場合によっては10年間続く可能性も十分あります。これこそハードランディングですし、それを警告しているのがこのマイケル・ハーネットです。人々はこの低迷している景気を回復させるために、どの程度の利下げが必要なのかを過小評価している。景気を支えていた政府支出はもうないんだ。この政府支出は6%も減少している。ただ彼が言っているのはそこではなく、重要な部分はこの次です。これは雇用統計前での発言 先週このように言いました7月の ISM は非常に弱く46.8だったこの ISM が長い間50を下回ってかつ非農業部門雇用者数がマイナスにならなかった時は1984 1986 9 4年年のの月月からだだけだった7月の雇用統計が20万人を超えるとしたらソフトランディングになるというコンセンサスだが12.5万人を切っていたらハードランディングとなり10年もの金利は3.5%に向かうことに になるこのように雇用統計前に発言し実際に非の業務部門雇用者数が11万4千人という12万5千人を切ってきた結果を発表してきた瞬間市場は一気にハードランディング一色となり10年もの金利も4.3%から一気に3.6%にまで急低下したんですこの瞬間コンセンサスはこれまでのソフトランディングモードからハードランディングに切り替えたんですそれが月曜日の激震だったんです S&P500 も それぞれぞ金曜だけで2%下落し月曜だけでもさらに3%下落しダウンに至っては月曜日だけで1000ドルを超える暴落を引き起こしたんですもちろん10年国債利回りも3.5%に向かって急落しました今でさえアップダウンが激しい相場になっていますがマーケットの大枠を捉えていただきたいんです雇用統計がちょっと悪化しただけでこのざまです非農業部門雇用者数はまだプラスでしたが予想よりもちょっと下がっただけでした失業率も0.5% 2%上昇しただけででこのざまなんですそして今後雇用統計だろうと CPI だろうと PCE だろうと GDP だろうとこれくらいの予想外の動きはいくらでもありますがその度にこの暴落が発生するリスクがあるんですこのリスクが一番怖いんです少なくとも多くの人たちがこのように考えてくるためこのリスクがあるんであればさすがにもう耐えられないということで同じことがあれば先週以上の暴落が起きる可能性があるということです少なく ともバンクーバアメリカのマイケル・ハーネットは有料会員に向けてこのように警告しているんです初めての利下げでは確実に売れと言っているんですサムネの売れは私が言っているんじゃないんです米国を代表する四大銀行の一つのトップストラテジストのマイケル・ハーネットが売れと警告しているんですこのチャートをご覧くださいこれはマイケル・ハーネットが有料会員に向けて出している資料でタイトルは the first rate cut 最初の利下げは売れという意味です多くの人たちは利下げ になれば企業の負担が減るので株価は上がると思っていますが歴史を見てもメカニズムをきちんと理解してもそうはならないんですどっかのアンポンターナ y o u t u b e も利下げだ買いだと未だに煽っていましたがそれを信じた人たちは今回の暴落で完全に奈落の底へ突き落とされたことになりましたそれはもう論外だとしてもこのチャートが言っているのは最初の利下げから3ヶ月と6ヶ月で金利アイサンド P500 がどうなっているのかということですそれを60年前から統 データで精査してみると基本的にハードランディングになることが分かっています一番右側の列を見てみると1973年の9月の初めての利下げの3ヶ月後には S&P500 は9.9%暴落しており6ヶ月後は8.4%暴落1974年7月はなんと3ヶ月で26.3%の暴落6ヶ月で20.3%の暴落このようにばらつきはあるものの平均で3ヶ月間で6.2% 2%のの下下落落6ヶ月間でも3%がが起きていることわかりますソフトランディングの項目もありますが、この時は平均で2.7%と10%とありますが、その後がどうなっているのかというのが重要です。例えば2019年の7月に初めて利下げをしましたが、結局その1年も経たずにコロナショックが起き、株価は暴落しかけて量的緩和を実行せざるを得なくなりました。1995年も5年後には IT バブル崩壊が始まり、1984年も もう数年で SL 危機といいう大きなリセッションが始ままっています数年後でしょと思うかもしれませんがこのソフトランディングの時の利下げは逆イールドが発生していませんでした一方でハードランディングの時は大体逆イールドが発生していますそして今も逆イールドが発生しているのが現状です現在逆イールドが起きているため住宅市場も崩壊に瀕していますこのチャートは米国の中古住宅市場の売上高を示していますが現在はコロナショックや2018年 8年のリーマンショック前の水準にまで落ち込んでいることがわかっています。それほど住宅が買われていないということです。この状況が数年続いているんです。パズルが少しずつ組み立てられ始めており、ゲームの終わりが近づいてきています。本日の動画はここまで。 現在逆イルドが IT バブル崩壊前やリーマンショック前よりも長く深く発生し円安も同時に進行し今後ボラティリティが激しい世界になってきますそんな中投資だけで成功しようとすると難しい局面も出てくることになりますそこで重要になってくるのが安定的に投資の種線を増やしていくことですがその種線作りに副業をすることをおすすめしています私も動画編集を学んでから会社を辞めることもできましたしプーケットで優雅なファイヤー生活も実現すること 今の時代会社が許そうが許さまいが副業することは必須です副業のメリットはリスクを取らずに安定的に収入を得ていくことですがこの収入は今の会社員の給料にプラスアルファにすることもできますし逆に会社員の給料以上に稼いでいくことも可能です全て自分次第ですがやり方を間違えてしまうと全く稼ぐこともできませんそこで皆さんに副業で稼いでいけるように私が副業で稼いできたノウハウを惜しみなく出していく 副業プログラム講座を開催しています主に動画編集や YouTube で稼いでいくことを手段の一つとしていますがちょっとでも稼いでいきたいというやる気のある方は是非概要欄にあるメールアドレスまでご連絡ください本日の動画はここまで今回の動画もちょっとでもよかったと思っていただいた方は高評価いただけると嬉しいですまたまだチャンネル登録されていない方は是非チャンネル登録および通知ボタンの設定をいただければ米国株投資で重要な記事を速報レベルで毎日無料でご視聴いただきます補足ですが ちょっと複雑で理解できなかったという方もしくは文章で理解を深めたいという方は日々の動画の内容をノートの文章に落としています興味があるという方は概要欄のリンクからどうぞエンディングではレバナス一本リーマンからの特別限定動画のプレゼントに関しての案内となります動画のタイトルとしては米国株はガチホするな 大物投資家が衝撃の警告という内容に関してです実際この動画は先週出そうとしていましたが動画公開前に動画が削除されてしまいました Google から衝撃的すぎて YouTube では公開できないと判断されたようです真実である一方誰も報道していない内容についてです米国株投資をしている人は必ず見ておかなければいけない内容を解説していますぜひとも真実を一人でも多くの人に知っていただきたいためこの動画を見逃さないようにしてくださいこの動 動画をご視聴いただくには YouTube では公開できないため w e e b ル証券の口座解説をしていただき少額で結構ですので1回の取引をしていただければこの特別限定動画をプレゼントさせていただきますなお今登録して初回入金するだけで全員に3000円がもらえます詳細は概要欄にあるリンクからご確認お願いします